ご視聴ありがとうございます。今回は、パソコンの普及に大きく、貢献した、会社の一つ、バイオスメーカーフェニックスを、案内します。バイオスメーカー？バイオスメーカーとは、前回説明した、バイオスを専門に販売する会社だよ。前回のコンパックは、コンピューターメーカーとして、IBM PC の互換機を、発売したんだけど、リスクを承知で、独自バイオスを開発できる企業は、少なかったんだ。ましてや、巨人 IBM に立てつくようなことは、リスクが大きすぎてできなかったんだよ。巨人 IBM。 フェニックス、テクノロジーズは、1979年に、アメリカで創業。創業当時は、マイコンを作ったり、OS を開発したり、いろいろ挑戦したんだけど、うまくいかなかった。1981年に、IBM が IBM PC を、発売。パソコン機種が完成する。フェニックスは、考えた。IBM PC の、互換バイオスを、開発できれば、ビジネスになるのでは。フェニックスは、IBM のバイオス解析を、行い、完全に法的にクリーンな、IBM PC 互換の、バイオス開発に成功した。そして、取引先が安心できるように、IBM と法的に争うことになった場合を、備えた、1億5000万の保険を、かけた。アナリー保険付き。こうして、IBM 互換バイオスは、売れに売れ、いろいろなメーカーが、IBM PC 互換機を、販売し始めたんだ。コンパックは、自社パソコンのみだけど、フェニックスも IBM 互換バイオスを、買えば、誰でも IBM 互換機が、作れようになったんだね。それから、IBM PC 互換機が、市場に溢れかえる。これで、IBM PC は、パソコン市場の世界標準パソコンになっていったんだ。IBM も予想していない、世界標準のパソコンの、登場。IBM が、種をまいて、コンパックとフェニックスたちが、花を咲かせた感じだね。フェニックスは、ただ販売しただけじゃないんだ。バイオスとは、前回説明した通り、パソコンとハードとソフトウェアの、間を取り持つソフトウェアなんだけど、IBM のバイオスでは、IBM の仕様通りに、パソコンを設計しなければ、ならないんだ。IBM の設計した通りの、パソコンに価格がない。フェニックスのバイオスは、カスタマイズを依頼することもできたんだ。だから、IBM の設計より優れた、パソコンを作ることも可能だったんだ。パソコンメーカーが設計した仕様を、カスタマイズした、フェニックスのバイオスがハードウェアを、調整して、IBM を超える、パソコンが作れるようになったってこと。そういうこと。フェニックスのバイオスを実装した、IBM 互換機は次第に、IBM より安くて、性能の良いパソコンを作れるようになっていったんだ。おやおめでとう友達。こうして、IBM PC 互換機は、低価格、高性能になり、ますます、販売台数を伸ばしていくんだ。すごい。その後、同じバイオス互換メーカーが、参入。フェニックスとアワード、ソフトウェアと、AMI の三強の時代に、移ってゆく。最後に。1994年、フェニックスは、ライバルのアワード、ソフトウェアを、買収して、フェニックス、アワードとなり、フェニックス、アワードと AMI の二強時代へ。そして、バイオスメーカーに大きな危機が、訪れる。2010年、インテルがバイオスに代わる新しい技術、UEFI を導入。UEFI？ バイオスは、1970年代に、生まれた技術で、いろいろと性能の限界に、陥っていたんだ。そこで、パソコン市場の主導権を、握るインテルが、10年以上の歳月を、かけて開発したのが、UEFI なんだ。この頃になると、パソコンハードウェアの仕様は、ほぼインテル主導で、作られていたんだ。バイオスに限界を感じていた、
パソコンメーカーたちもそれに、賛同。それで、BIOS から UEFI に、時代は移っていったんだ。フェニックスと AMI は、現在も、存続しているんだけど、BIOS の頃のような存在感は、なくなってしまった。でも、BIOS メーカーが、パソコン市場を、大きく成長させた功労者であることに、変わりはないよ。ありがとう、フェニックス。AMI。次回は、マイクロソフトの OS、Windows の誕生物語を、ご案内します。